サンスターオーラ2モーニングインサイト。 This program is brought to you by サンスターオーラ2。さあここからは世界を取り巻くあらゆるトピックスの本質に迫るサンスターオーラ2モーニングインサイト。今朝は世界から注目を集める28歳メディアアーティストの落合陽一さんをスタジオにお迎えしました。落合さん、おはようモーニングです。おはようモーニングです。よろしくお願いします。お願いします。落合さん、筑波大学で、メディア芸術を学んだ後、東京大学を短縮修了となんですね、はい、飛び級して博士号を取得。2015年5月より筑波大学で助教デジタルネイチャー研究室を主催。Google の創業者ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンも受賞しました。タイム誌とフォーチューン誌によるワールドテクノロジーアワードに選出され、また経済産業省からは IPA 認定スーパークリエイター、総務省からは変な人プロジェクトイノベーションに選ばれて国内外で数々の賞を受賞されているということなんですが、極物のところから正当なところまでいるご自身で分析されてますけどイノベーションってこれ面白いですね。異なる能力と書いてイノベーション、ね、ギャグですよ ね、これね。いやでもこういうことを総務省がやるってこと自体がね、素晴らしいことなわけです。このチームは本当に元気のいい総務省の中のチームで、珍しいです お国の、あのプロジェクトにしては。なるほど、はい。さあ、作品と研究、まあ、次々と生み出すその姿から現代の魔法使いと呼ばれている落合さんなんですけど、どうなんですか、具体的にどんな研究されてるんでしょう。分かりやすくぜひ教えてください。まあ、分かりやすく言うと、今までスマートフォンとか、なんだろう、映像とか、例えばタッチパネルとかって全部二次元的な、あの四角い板を触るようなものを作ってたと思うんですけど、ええ、そうじゃなくて例えば空中にあの光の点を作ったりとか、うん、あの物をあの例えば音波とかで動かしたりとか、うん、どうやったらあのデバイスとか物をベースとしたあのコンピューターの使い方じゃなくて、この空間自体に機能を持たせるかっていうことを研究してたりします。皆さん分かりました。パッとはねイメージしてくるかもしれないけど、まあ要は魔法みたいなものを作ってると思ってください、ね、だから現代の魔法使い、名前は気に入ってますね。空間にこう機能を生み出していく、いやなんかちょっと SF チックな映画の世界を思い出してしまうわけなんですけども、アーティストとしてはどんな作品を制作されてるんですか。とね、アーティストとしてもやっぱりこの映像からどうやってそれ以降にこう踏み出すのかっていうことがすごいテーマなんですけど、ええ、例えばあの世界の終わりさんとコラボした時とかは、あの映像装置って昔例えばゾートロープとかあの回転回し絵みたいなのってあの見たことあると思うんですけど、はい、スリットの中から覗いて似たようなフィギュアが並んでてくるくる回るとアニメーションになるやつ、ああいうのを 3D プリンターで作ったりとか、ええ、まあ、今だからできる、まあ、新しい映像装置の形みたいなのを作ったりとかしていますね、そう今ねお話に出てきましたけど、世界の終わりの1日限定ライブの会場エントランスの演出なんかもね手掛けたと。まあそうですね、あの仕掛けの手伝いをさせていただきました、はい。そもそもね、メディアアートってなんだろうってことなんですけど、これは落合さん的には定義は、まあ、メディアを発明しながら芸術表現にしていくことだと思うんですけど、うん、あのまあ、例えばエジソンがメディアアーティストかって言ったら俺メディアアーティストだと思っていて、うん、例えば映像を作るための装置を作ったとか、音を録音して再生するための装置を作ったとか、そういうようなこの発明と、うん、あのこの社会の中でそれがどう受け入れられていくかっていうことと、あと同時にその中に入るコンテンツ、まあ、要はなんか楽器を作りながら音楽を作ってる人みたいなイメージ、うん、多分はいはい、分かってきましたね。まあ、20世紀の100年間でいろんなものが生まれましたけどね、はい、僕ら21世紀の初頭に来てここからの、まあ、2016年ですけれども、じゃあどうなっていくのか、そもそもどうなの、アートとサイエンス、はい、この辺に区別もなさそうな 気もしますけど、どちらが先だったんでしょう。まあ、僕の中では多分アートの方がちっちゃい頃から慣れ親しんでいて、ええ、でサイエンスもまあ同時期からやってて、うん、で大学がそのどっちもやる学科だったので、はい、あのまあ、両方やってしまったっていうのがありますね。筑波大学はメディア芸術、はい、東大では何を勉強するの。東大ではコンピューターサイエンスですね。コンピューターサイエンス、つまり計算機科学、どっちかというとサイエンスより。さあ、そんな現代の魔法使い落合さんですけども、本のタイトルも魔法の世紀ですからね。はい、魔法の世紀、これは去年11月出版されてますけど、本の帯に映像の世紀から魔法の世紀へとこれ書かれてるわけですけれども、はい、これも先ほどもちょっとね映像からさらにっていうお話になりましたけど、
これはどういう意味でしょう。いや、20世紀って映像とか例えばラジオとかマスメディアとか、うん、なんかそういうものによって規定されたなんか一つのものをみんなで見る文化ってあったじゃないですか、はい、昨日テレビ何見たとか話の題材にするとか、まあ、そうじゃなくてコンピューターの時代になると、まあ、コンピューターがそもそもなんで動いてるかわからないし、我々ってどうやってコミュニケーションできてるかもなんかよくわかんないじゃないですか、ウェブとかで、うんうん、でそうなってくると我々って一つのものをみんなで共有するんじゃなくて一人一人が違うようなことをやってもいいし、少数のグループがこういくつも出てきてそれによって全然違うことをやってる人たちが増えてくるわけですよね、インターネットの動画とかも、はい、そうやって人が大きなコンテンツをみんなで消費するんじゃなくてコミュニケーションすることで楽しんでいくような社会になるんじゃないか、コンピューターが出てくると我々の考え方とかデザインとかアートとかは大きく考えてどう変わっていくんだろうっていうのを、まあ、予測した本です。魔法の世紀、この中に、まあ、今のお話にも出てきてますけど、人はコンテンツ消費ではなくコミュニケーション消費になると、はい、このようにおっしゃってますよね。はい、そうですね。昔って井戸端会議ってなんでやってたかっていうと、洗濯機がなくて不便だったんで待ってる間ずっとべちゃくちゃ喋ってたと思うんですよ。で高度経済成長になって洗濯機が発明されて暇な時間ができたからテレビとか見れるようになったんだけど、うん、俺たち今もっと便利になって、うん、でしかもコンテンツだけだと一人一人が全然違うバックグラウンドで生きてるから共有できなくなってきたから、うん、じゃ あ、 まあお互いに何をくっちゃべろうかっていうのを探してる、そういう題材を SNS 上でいつも探してるような現代社会だと思うんですけど、そうですね、はい、そうやってコンテンツじゃなくてコミュニケーションを消費しているっていうのは一つ指摘点の、まあ、代表的なところかな。コミュニケーションの消費の先には何があるんですかね。コミュニケーションの消費の先には、ねまあ、一人一人が多分ねちょっとファンタジーみたいな世界に入っていくんだと思いますよな。ファンタジーか。ただ突然その閉ざされた時っていうか、はい、デバイスがなくなった時にですね、僕ら肌とこうどうコミュニケーション取ったらいいか分からなくなるっていう、なんか意外に無になりますよ ね、 ね、社会って、まあ、僕たちで東日本大震災を経験した時に、はい、すごくツイッターもあの当時活躍はしたんですけど、はい、一方でどうコミュニケーションをデジタルデバイスなしでできるかって結構あたふたした人多いと思うんですよ。あの瞬間って世界一瞬にしてテレビの時代に戻りましたよね、うん、だってみんなありがとうウサギとか言ってたし、みんなテレビ見るようになって全員が全員共通のネタを仕込まれて、あ、これってなんか90年代のなんか流行ってたテレビ番組見た時の反応に似てるなって思ったんですよ、うんうんうん、だからやっぱりテレビって文化的にすごい大きくて、デジタルデバイスがこうなくなるとやっぱ無線で提供されてくるようなコンテンツのインフラストラクチャー、まあ、テレビラジオみたいなものってやっぱ強いんだなって思いますね。さあ、後半はさらに現代の魔法使い落合陽一さんにお話を伺っていきましょう。サンスターオーラ2モーニングインサイト、サンスターオーラ2モーニングインサイト、今朝は世界から注目を集めるメディアアーティスト落合陽一さんスタジオにお迎えしています。落合さん、はい、さあ21世紀は再魔術化だと、これから社会は魔法化すると言われてるわけですけど、これから来る人工知能社会、またその次に来る社会、どんな社会だと思います？この魔術家っていうのは結構キーテーマで、昔マックス・ウェーバーって人がいて、はい、でその人が科学技術が出てきたことによって世界は、脱魔術化したって言葉を使ったんですね、まあ、例えば細菌がなんで死ぬのかが、細菌っていうものが発見されてなんで物が腐るのか分かったので、じゃあ火で炙ると物が腐らなくなるっていうのはまじない的な浄化じゃなくて、まあ、理屈があったの、あらゆるところに理屈があるっていうのを言ったんですけど、まあ、原因と結果が分かる、原因と結果が分かる、科学技術によって。だけど今ってもう原因と結果はわけ分かんないですよね。だってシリがなんで動いてるかなんて誰も知らないし、スマートフォンがなんで薄くなってくのかよくわからないし、でなんで保険料が安くなるんだろうウェブを使うととかも全然よくわかんないし、そこに深いところになんかロジックはあるかもしれないけれども、はい、私たち人間社会でそれをあまり気にしてない、はい、専門外のことは何もわかんなくなってって、そうなってくると、まあ、あらゆることは魔法化していく、まあ、コンピューターってブラックボックスの極地なんで、うん、多分人工知能がなんで動いてるかなんてみんな知らないようになると思うんですよ。確かにね、うん、だって私たちも運転している車がオートマチックで、はい、今やこう自動運転の世界になっていったら本当にどういう機能でどういう構造だから私たちを運んでくれるのかってあまりその
原因と結果気にしなくなっちゃいますね。なっちゃいますね。でそんな社会って一見空虚に見えるんですけど、ええ、多分ね、信頼と安心と自分の価値観をちゃんと持つことがすごいね、若い世代には重要だと思います。えというと、あのコンピューターを信頼するっていうことは、裏反面自分の中に確固たる価値があることによって、コンピューターにそこはもう全部任しちゃっていいやって思えるみたいな、うん、今は多分自分に信じられない、もう信じられるものがないと、あらゆるものを自分で分かってるものだけで固めようとしたりとか、あとコンピューターにそこ任せるとなんか自分じゃなくなっちゃうんじゃないかっていうような、うん、よくわかんない恐怖感が多分みんなあると思うんですよ、うんうん、でそれは多分ね、自分の中に何かやりたいこととか信念とか信じるものっていうのをちゃんと作ることがねすごい重要で、なんかね、魔法科の中には裏返しとして、まあ、人間が自分が何をするための機械なのか、何をするため の, あの装置なのかっていうことをちゃんと自覚するのがやっぱ重要だと思うんですよね。自分たち自身をね、自分たち自身を、それがまあ AI と向き合うってことなのかもしれませんね。残りのことはお前らに任すけど、俺はこれがやりたいってことがすごい多分重要だと思うんですよね。これあのクリエイティブクラスってどういうものなんでしょう。クリエイティブクラスってあの昔あの海外の書籍で紹介された言葉で、ホワイトカラーってあるじゃないですか、頭脳労働みたいな、はい、で頭脳労働、知的労働をしている人の上にさらに問題を発見してそれを解いていくような人たちがいる。クリエイティブな発見能力があって、まあ、要は起業したりとか iPhone 作ったりとか、例えば新しいビジネスを始めたり研究したりとか、みんなクリエイティブクラスなんですけど、でそういうような人たちって、まあ、特徴があって、うん、まあ、なんか確固たるやりたいことがある、うん、であの、まあ、ツールは何でもいいからとにかくやりたいみたいな、ええ、でそういうことをやればあの残りのものは全部人工知能に任せても、まあ、自分を見失わずにやりたいことをやっていけるだろうなとは思っています。確かにあの20世紀は世の中を便利にするためというか、効率のとためのこうマシーンとかね、はい、世界観を作られてきた時代なのかもしれませんけど、21世紀に入るとね、その便利不便利じゃないもんね、はい、便利不便利じゃないです、すごいすごくないみたいなとかね、楽しい楽しくないとか、はい、面白い面白くないとか、そういう発想で物を作ってたりするわけですよね、うん、だから効率化の道具として歯車としての人間ってもうそろそろ終わりになってきて、はい、じゃあどうやったらみんなの心をどんだけ動かせるんだろうかみたいなことをあのその一人一人が考えていかないといけない時代で、でも効率化の部分はもう人工知能さんがやってくれる、もしくは便利なヒューマンインターフェースや便利なインターネットがやってくれると思ったら、もうそこも魔法じゃないですか、はい、でまあもちろんその辺を作る、もしくはそこを作ることであのクリエイティブを発揮するして物を作ってくる人もいるので、各専門家は詳しいんですよ。例えば僕だったら波動とかやたら詳しいし、インターネット作ってる人はきっとインターネットとか詳しいはずなんですけど、あのその人にとってもきっと波動は魔法だし、僕にとってもインターネットの低レイヤーが魔法に見えるように、なんかそれぞれにお互いの魔法を認め合って生きていかないといけないんじゃないか。そういう意味ではあの、まあ、これも20世紀的なんですね。絶滅寸前と思われても仕方がないブルーカラーとホワイトカラーっていうこういう枠組み自体、こう仕組み自体もそうですけど、今話に出てきているクリエイティブクラス、これからのジェネレーション、若い人たち、これ生き残っていこうと思ったらどういうことを学べばいいんでしょう。まあね、英語より国語の方が重要とか俺最近よく言ってるんですけど、はあ、あのなんか自動翻訳かけてちゃんと英語に訳せないのは、あのロジックがきちんとした文章を書けてないからです。あでそれはあのちゃんと自分の中でやりたいことを母語できちんと表現できる能力の方が重要です。英語は喋れて当然ですけど、あのなんだだって向こうの幼稚園児ぐらいしか喋れなかったら意味ないじゃないですか。なるほどね、うん、だから翻訳される AI が生まれてきている以上、きちんとした自分の母国語が喋れていれば、はい、それの翻訳する機会を、そう翻訳機会に合わせた日本語が喋れればいいと思うんですよね。デバイスがちゃんと機能してくれるはず、うんうん、はず。だからまず国語力、まず語力、その他には、まあ、その他に、まあ、プログラミングの技術をちっちゃい頃からカチャカチャやろうとする人は多いんですけど、うん、まあ、そこじゃないだろうなと思って、おう、もうそれよりは何かやりたいことと、あとそれが やられた後どうなるかっていうイメージがすごい大事で、はあのロジックなものはコンピューターがやってくれるから、むしろプログラミングは、まあ、2,3 個使えればいいんですよ、あの大人になる前に、ええ、別にちっちゃい頃からカタカタやる必要ないですよ。これあの落合さんみたいな人が言うとね、説得力ありますよね。なんか今そっちを一生懸命やろうとする人すごく多いでしょ。でもちっちゃい時から、そうですね、うちの学生見てても最初入ってきた時にプログラミングできるやつとできないやつの差はあんまなくて、後から見ると、うん、でも練習すればプログラミングができるようになるんだけど、あのやっぱやりたいことがないとなかなか見つかんないですね。だしあと飛躍、跳躍力ですよね、うん、跳躍力ですね、発想力みたいなものがある方が強いっていう、うんうん、本当にそう。じゃあそれをどうやってこう鍛えていくかとかトレーニングしていくかですよね。はい、その通りです。さあ、
今月5月にあの J-WAVE のイベントも関わるじゃないですか。あ、はい、筑波大学で、やりますね。イノベーションワールドフェスタ2016。これどんな関わり合い方をするんですか。これはですね、僕講演したりとか登壇したりして、イノベーションについて語ったりとかいうことはやります。あとですね、3月30日頃発売予定 のこれからの世界を作る仲間たちっていう本が小学館から出るんですけど、はい、この本はあの魔法の世紀がちょっと難しいとか思ってた方々とかが、あの今話したような話、これからどうやって生きていったらいいのかとか、例えばこれからどういうところが大切になるんだろうみたいなのを、あのちょっと簡潔に俺の視点からまとめた本ですね。28歳。ちなみに体調管理はどこから？グミを食うことと、あと運動をすることと、あと極力夕飯を少なくしてあんま寝ないみたいな。これはあくまでも落合流ですね。サンスターオーラツモーニングインサイト、今朝はメディアアーティストの落合陽一さん、スタジオにお迎えしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。